山門正る願い寺は、埼玉県河野洲市登戸にある、新義新言宗の寺院である。本尊は、不動明王。市内本町にある浄土宗の勝願い寺と区別して、上戸マサルネガイとも表記される。鎌倉幕府第四大執権法上教授の支援を受けた浄土宗、第三祖義忠だが、武蔵国に立だ軍、三田郷の上戸村に一部を建立したのが、 始まりである。なお、創建の時期については、新編武蔵風土気候では、文永年間、武蔵市では、文永元年としている。その後、寺は衰退し、宗派も新言宗へと改められていたが、戦国時代末期に、創誉まれ清吉によって、浄土宗の寺院として再興するため、河野巣塾へ移転された。この結果、上戸の地には、 騎手が暮らしていたという居宅のみが残され、村民の福島市が預かることとなった。江戸時代後期に編纂された、新編武蔵風土機構や、武蔵市によれば、諸州の同心房が変わるが悪移り住んでいたとも、再度市電機によれば、再度三つ金が無盾となっていた松岡山勝願い寺に、新義新言宗の僧、窓か警報員を招いて、十字とし寺名を、 新願寺と改めたとも記されている。新編武蔵風土機構によれば、こうした状況が、徳川幕府、第二大将軍、徳川秀忠の知るところとなり、秀忠から寺を十国が寄進されて再興された。この時、居宅に滞在していた窓家系が、新義新言宗の僧であったことから、宗門も改められ、そのまま、見た。 多玉院の末として属することになったと記されている。一方、状況を2年に、第5代将軍、徳川綱吉によって発給された、東都村正る願い寺主因状によれば、第3代将軍、徳川家光によって、慶安元年8月17日付で、最初の主因状が発給されたと記されており、元禄十五年3月の、東都村正る願い寺名裁書によれば、 家光光景安元年を主人公十国、治療門前三権有の、と記されている。また、河野寿司によれば、当時の龍玉院の松寺昇格は、元六十六年に、三田万願寺の取り次ぎを経て願書が提出された後の、ことだとしている。宝永元年に、松寺昇格を求める龍玉院の門と、松寺三十四家寺の願書が江戸四家寺に提出され、 同年十一月に、松寺昇格が公認された。公認に際して、勝サルネガイ寺から竜玉院に対して、指導金の名目で金二十五両が上納され、竜玉院から放流が伝授されるなどして様式が整えられた。なお、元禄十五年竜玉院廃下寺院名最初によれば、新義新言衆に改修して竜玉院の門徒となった、後も本堂に、阿弥陀如来、道場に、 不動明王といったように二つの本尊が暗記されていたといい、こうした事例は、かつて浄土囚人であったことを反映したものと推測される。境内には、遠京二年に混流された本堂や正確な、混流年次は不明の三門、南北朝時代に混流された六時沿い旅がある。その昔、当時の三門には、鎌倉時代の仏師、運慶作と伝えられる、二王像があった。 二王像はその風貌のため、人々から恐れられており、子供を取り喰らう、国営二王と呼ばれていた。ある日、一人の子供が行方不明となり、二王の口からその子の着物の端が垂れ下がっていた。それを人捨てに聞いた住職は、二王の首を切り取って、質に収め、物資に命じて、代わりの首を作り変えたという、公安二年六地図をいたび、ありがとうございます。